はい、どうも皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。はるです。はい、今回コールオブデューティーブラックオプス、やっていきたいと思います。それでは開始。爆弾設置とかもね、ちょっとやっていきたいんですけど、まあそれはまだね、慣れてからということで。はい、慣れてからって、もうシリーズ3作目、まあプレステ3になって、モダンウォーフェアと、モダンウォーフェア2と、このブラックオプスですね、3つともやってんですけど、まあ、なかなかね。お、まあレベルは最高まで上げてるんですけどね、何度もプレイしてるような感じなんですけど、なかなかね、このシリーズ通して、あーくそ、仕様が変わったりとか、パークの種類が変わったりとかで、まあなかなか慣れっていうものがないんだけど、あーまたーん、なかなかね、慣れないんだよね。やっぱ敵もやっぱり強いのは強いしさ。あ、背向けてもらった。ねえ、もうなかなか強いんでね、敵も。まあ、下手な人が、いるとね。あ、くそ。誰かにやられた。あ。画面が小さいのはちょっと、見えにくいな、やっぱり。うわ、横かよ。こういう窓の敵も見えないからね。豆粒みたいにしか見えないから、だからちょっとなかなか、うわ、照準も合わせづらいという。まあ他の人が負けりゃ、まあなんとか勝てるレベルだろうけどね。どっから湧いてんだよお前ら。クソ、あー、クソ、あー確実に当たってるはずなんだけどな。いやー、くそ、相手が早いわ。ライトウェイトかな。
Enemy spy plane above. Friendly spy plane inbound. I'm out. Friendly SAM turret on the way. Tossing gas! ああ気づいてたけど味方かと思った。自分の容姿が見えないからね、たまに敵を味方かと思ったりするんだよね。Friendly RCXD inbound. Down. もうちょっと早く倒してね。Enemy spy plane incoming. 実況になってない気がする。まあいいや。さあどこだ。目の前で殺されたぞお前。しかもジャンピング。マジっすか。マジっすか。ジャンピング。わあすげえ。ということで、すげえもん見せてもらった。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、なんかなかなか活躍の場を見せれなくてすみません。